皆さんこんにちは、ヤマチャンネル TV のヤマケンです。本日はファミコンジャジャマルの大冒険やってみたいなと思います。ジャジャマルくんシリーズの何作目、2作目か3作目かぐらいだと思うんですけど、前回と違うのは、前回は敵を8匹倒せばクリアだったんですけど、今回は右にどんどん進んで距離を進めばクリアっていう、そのシステムに変わってます。だからこういうね、無敵アイテムが取れれば、まああっさり先に進んでクリアできるんですけど、あ、これデモ画面ですよね。じゃ早速プレイの方していきたいと思います。アイテムがね、1個のステージで1つしか出てこないので、それでうまく取れるかどうかっていう。ちなみにアイテムはこの色の違うブロックの中に隠されてます。でどこにあるかわかんないので、白いのはただ小判。あ、やばい、これね、ベロベロ結構強いんですよ、この。あ、倒せないね。あ、倒した、倒した。一面の敵に強いって言ってる人も終わりですけど、あ、でもね、地味に強いんですよ。いけた、なあ、アイテム出てこないじゃん。あー、やばい、やった。落ちちゃう、大丈夫。え、アイテムないよ。あいつ、よし、いった。あれ、これアイテムないね。はないか。あ、ベロ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 来た。あ、でも出ないね、アイテム。あ、やばいやばい。あ、やられちゃった、やられちゃった。何でやられた？あ、やばい、よいしょ、ここなかったんだっけ。ちょっとここ、あれ、アイテム出ないよ。あ、クリアだし。あ、出なかった。アイテム出ない面なんかあんのかな。あ、やられちゃった。やばい、アイテム気にしてたらやられちゃった。いや、もうクリアしちゃいます。あれ、こんなことあんのかな。アイテムの出ない面がありました。次は2面と。2面はね、なんか2、4ってあの偶数ステージはなんかボス戦みたいな感じになります。あー、危ない。当たったんじゃない？今、当たってない？あぶらぶ！よし、倒した！お、結構楽に倒せました。次が3面になります。あ、なんかね、3面って難しかったような気がします。違ったかな？なんかノックラボーみたいなの出てきて、思いっきり素早い爆弾を投げてくるみたいな。あ、違ったかな？あ、こいつ、これ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 、ほら、ほら、ほら！ほら、もう大谷じゃん、あんなの。ピャーンと投げてくる。もう一回、いいっすか？もう一回、ちょっとね、もうアイテムいいや。アイテムなしでバン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 進んできます。狙えるとこはこれね、狙いますけど。このベロベロだけ気をつけて、あ、やばい！あっぷれ、届かないっていうね。よし、
あ、来た来た来た。はい、透明物理。これ無敵状態なので、もう一気に進んでいきます。ブロッコがね、一番いいんですけど、無敵な上に敵も倒せるので。でね、これただ変な時に、急にね、無敵が終わるので、それだけ気をつけないと、あ、大丈夫大丈夫。よし。あ、嫌なとこに火置いてったな、あれ。ああ、怖っ。ベロベロだけなんとかすればクリア。あー、危ない。ああ、やばい。ちょっと待って、なんで当たんないの、これ。当たってるよね。当たった当たった。よし。はい、一面クリアです。ああいうね、アイテムが出てくれると楽にクリアできるんですけど、探すのが大変っていうね、アイテムを。はい、二面はボス戦かな？いきます。当たってるよね。これ一発じゃないのかな？何発か当てんのかな？あ、やばい。よし。あぶねー。危ない危ない危ない。当たってるよね、今。思いっきり当てたけどな、今。よっしゃ。倒した。で、さっきやられた3面だよね。だからここはもうクリアしよう、せめて。難しいなぁ、3面。あれだって、ビューンって投げてくるから、あいつ、あいつ、来た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 、危ない危ない危ない、あー、危ない、うわ、嫌なとこにあるな、これ、炎。あ、出てきた出てきた出てきた、あ、危ない、ちょっと待って、よいしょ、いけたいけた。これね、あ、よいしょ、もう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 、あ、あ、落ちた落ちた落ちた、ノッペラもなんか下の方から発生するから、極力上行けばいいんじゃないかっていう、今ね、思ったんですけど、倒せないかな、これ。よし、倒した。あいつね、ほんと、あー、危ない、よく避けたね、今ね。ほら、弾早すぎるよね、あれね。爆弾ね。プロ野球入んじゃん。あ、やばい、もう敵だらけだね。よしよしよし。あ、最低、爆弾だった。あー、嫌なとこに火があるな。やばい。よしよし。上行けるかな。行けた。はい。お、一気増えた。一気増え、あ、落っこった。落っこったよ。大丈夫だったけど。どうすりゃいいのこれ。あ、アイスも来た。右に。炎が来てます。あ、なんでそこすんの？あ、もう敵多すぎでしょ、これ。だるまがいる。あ、最低、爆弾。あ、落っこちゃった、落っこちゃった、落っこちゃった。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、待って、待って、待って。慌てちゃダメ、慌てちゃダメ。これで、あ、いけない。爆弾当たんないで。よし。おー、すげー大変だった。はい、3面、クリアしました。次はね、なんかボス戦ね。何これ、危ない、これ撃ってやったんじゃないの、当たった、当たってるよね、5発ぐらい出ないのかな。よし、いった、楽勝、楽勝でした。はい、じゃあ次5面かな。
もうすげえ難しいんじゃない？三面であんなに難しいんだから。あ、アイテムが出ればなぁ。蜂がいる、蜂がいる。あ、あぶねえ。倒していこう。強っ、強っ。そんな強い？あ、うっそ、強すぎでしょ。どうせ下から行った方がいいのかな。今度は上から出るパターンが多いから、で、確実に倒していく。倒されちゃった、倒されちゃった。あれ？な、あれ無敵なのかな。やばいやばい、すげえ苦戦してる。え、ちょっと難しすぎでしょこれ。倒せないもん。ちょっとちょっと、あ、ああ、おーおお、やべやべやべ、鬼の難易度だ。あいつは気絶させるんだ。蜂だからね、刺して気絶させるのかな。当たってるでしょ、だっておかしいじゃん。こんなに攻撃して当たんないって。当たってない。なんか無敵出て、無敵出て、やられちゃった。あ、終わっちゃった。はい、ということで、もう難しすぎで、あれ以上は無理かなと思います。じゃあまた次回いろんなゲーム挑戦していこうと思いますので、よかったらチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。今回はありがとうございました。まあ、真っ赤なほっぺの君は僕の憧れ。ロマンティックな笑顔がとても素敵さ。山チャンネルでも見よう、僕と二人で。今も昔も君は永遠の天使さ。チャンネル登録よろしくお願いします。